モナのはるちゃんです。今日はドラクエモンスターズ3を実況したいと思います。これは魔族の王子のピサロとエルフのロザリーが冒険する RPG ですね。これがピサロやね。のどかやな。ピサロは魔族と人間のハーフなんよね。モンスター発見。モンスターはスカウトできるんよね。スカウトアタック、成功やった。よし、ウサギゲット。ニワトリいた。捕獲。ダメでした。じゃあドラキーにしよう。いけるか。成功。共に行くぞ。共に行くぞ。そしてお菓子の世界に来ました。美味しそうやな。わ、モンスターも美味しそう。スライムコロネや。ゲット。そしてスライムの美味しそうなやつや。チョコタワー。今だ。チョコゲット。そして魔界で毒の雨降ってるやん。バブルキングや。でかい。今だ。ゲット。そして仲間にしたモンスターは牧場に集まるんよね。健康気にしてるんだ。寝てる。スライムベスや。さっき捕まえたやつや。そわそわ。メタルスライム。経験値が多いよね。ストーム。でかいな。お、季節が変わった。ドラキーや。スライムベホマズンや。夢見てる。お、スライムコロネ。おいしそう。そして冬になり、竜王や。にらめっこ。そしてピサロは魔族の王になり、演説や。皆の者よく聞くがよい。地獄の帝王が復活したんやね。喜んでる。地獄の帝王様、万歳！万歳！今こそ人間どもを打ち滅ぼし、絶望と苦痛を与えるのだ。人間を倒すぞ。ルーラー。あの方に続け。みんなルーラー使えるんやね。お、勇者や。なんということだ。帝王が倒されてる。でもでも、予言では帝王を倒せるのは天空の勇者だけのはずなのよ。お、あれってまさか。サントハイムのアリーナ姫と従者のクリフ。
面の相手や。なんじゃと？あいつがサントハイムを。睨み合う二人。大変です。エルフのロザリーが人間たちの手に。ロザリーが？さあロザリー。くそ、強情なやつめ。私の最後のわがままを聞いてください。どうか野心を捨てて私と二人きりでずっと。ロザリーはピサロの恋人なんよね。こうしてピサロは進化の秘宝でデスピサロになるんよね。モンスターや。最終形態や。完全に化け物や。哀れな人間と魔族の子よ。はい、というわけでこれで実況を終わりたいと思います。じゃあまたねー。